佐藤さん、はい、それじゃあねちょっと今血管確保したから、はい、それで検査もしたんで、はい、小1時間待っててもらっていいです、はい、結果この場で出せます、はい、8割ぐらいは出せますんで、それでそれ見てからさ、でもこの子ってもともとかゆい子なの、全身が。そうですね。アトピー性皮膚炎かなんかがあるのかな。いや、なんか言った、そのいつも行ってるところに言ったんですけど、うん、なんか薬もらって、ちょっと塗り薬もらってっていう感じで。本当。そじゃあ特別食事療法したとか。は今までないです。ないんです、ね、なので、いろいろシャンプー変えたりとか。あ、出してる。病院に出してもらってさ。いや、違います。あ、違う。わかります。その辺もちょっと聞きますんでね、はい、ちょっと皮膚おかしいもんね、この子ね。そうなんです。